野球の舞台で最も緊迫した瞬間、それは9回のマウンド。その重圧を一身に背負うのがクローザーです。ストッパー、抑え投手、あるいは守護神とも称される彼ら、セーブという成績でその価値が測られ、一瞬の油断も許されない厳しい条件のもと試合を締めくくるのです。精神力と技術、そしてチームからの絶対的な信頼、特に300セーブクラブに名を連ねる投手たちはまさにその頂点に君臨する存在なのです。今回はそんな歴代最強クローザーたちの功績を見ていきましょう。ヒューストンストリート。まず初めに紹介するのはメジャー4球団を渡り歩いたヒューストンストリート。彼の通算セーブ数は歴代20位の324セーブです。ストリートはプロ入り前から9回を任される生粋のクローザーとして活躍。身長182センチと屈強なメジャーリーガーの中では小柄だったため、積極的に獲得に動く球団が少なかったといいますが、2004年のドラフト1巡目、全体40位でオークランドアスレチックスの指名を受けて入団しました。そしてルーキーイヤーの2005年にはオークランドアスレチックスの新人セーブ記録の23セーブをマークし、見事新人王の称号を手にします。その後は再三の故障に苦しみながらも、アスレチックス、ロッキーズ、パドレス、エンゼルスとキャリアを重ね、その後も年々セーブ数を増やし続けました。そしてエンゼルス時代の2015年に300セーブを達成し、300セーブクラブへと名を連ねました。速球派が目立つクローザーの中でも比較的珍しい技巧派として知られ、90から93マイルのツーシーム、スライダー、シンカーを駆使し、相手バッターを封じるピッチングスタイルでした。特に舌を出して左足を前にして斜め後ろに大きくバックステップする投球フォームは非常に印象的でした。ロベルト・ヘルナンデス。続いてはメジャー11球団を渡り歩いたロベルト・ヘルナンデス。彼の通算セーブ数は歴代19位の326セーブです。ロベルト・ヘルナンデスはプエルトリコ出身で、1986年の MLB ドラフトでカリフォルニア・エンゼルスから1巡目で指名され入団しました。1989年にホワイトソックスにトレード後、91年に先発投手としてメジャーデビュー。比較的遅咲きの選手でした。先発は3試合のみで、その後はリリーフとして活躍。ホワイトソックス時代には球団史上歴代2位となる161セーブを記録しました。その後ジャイアンツを経てタンパベイレイズに移籍。特にこの時代には1999年自己最高となる43セーブを記録するなど、3シーズンで101セーブという驚異のペースでセーブを積み重ねました。そして2002年には300セーブの大台を突破。ヘルナンデスはそのキャリアの中で11球団という非常に多くの球団を渡り歩くことになりますが、その中でクローザーだけでなくセットアッパーなどリリーフとしても活躍。歴代14位の1010試合の登板数から見ても、長きにわたりメジャーの舞台で活躍したことがわかります。メジャーリーグは年間162試合という長丁場、時差と長時間移動のある過酷なリーグです。そのメジャーリーグでこのように長い間活躍し続けるということは、いかに大きな怪我をすることなくパフォーマンスを発揮できるかどうか、タフであるかどうか、歴史に名を残した選手はそれを実践してきたのです。フェルナンド・ロドニー。次に紹介するのはメジャー11球団を渡り歩いたフェルナンド・ロドニー。彼の通算セーブ数は歴代18位の327セーブです。ドミニカ共和国出身のロドニーは1997年アマチュア FA としてデトロイトタイガースに入団します。メジャーデビューは2002年ミネソタツインズ戦でした。しかし2003年には故障でトミージョン手術を受けることになり、本格的なメジャーでの活躍は2005年以降になります。こう見てみるとロドニーのプロとしての前半戦は非常に苦労人であることがわかると思います。2009年にクローザーとして37セーブを挙げるとアナハイムエンゼルスに移籍。エンゼルスではクローザーとセットアッパーを兼ねていました。その後タンパベイレイズに移籍した2012年にはキャリアハイの48セーブを記録し、その年のア・リーグ最多セーブを記録。そして防御率も 0.60 という驚異的な数字をマークしました。ここから2013年の第3回 WBC 決勝でドミニカ共和国優勝の胴上げ投手になるなど、この数年はロドニーのキャリアでも頂点を極めることになりました。その後もセーブを積み重ねると2018年には大台の300セーブを達成。そんなロドニーの武器はもともと最速100マイルを超える速球でしたが、年齢を重ねるごとにツーシームに軸足を置くようになり、チェンジアップと合わせて 90% のウェイトを置くようになりました。クローザーとして試合を締めくくった後のサインポルトを彷彿とさせる天に弓を引く勝利の決めポーズが印象的な選手でしたね。フランシスコ・コルデロ。続いてはメジャー6球団を渡り歩いたフランシスコ・コルデロ。2000年代後半クローザーとして活躍。最速98マイルの速球を武器に
スライダーと組み合わせたピッチングで相手バッターを手玉に取ってきました。彼の通算セーブ数は歴代17位の329セーブです。コルデロはドミニカ共和国出身。1994年にドラフト外でデトロイトタイガースに入団します。5年間マイナーでの下積みが続きましたが、1999年ホワイトソックス戦でメジャーデビューします。以後11試合連続で無失点に抑えるなど上々のメジャーデビューになりました。その後レンジャーズに移籍しますが、そこからの2年間は不調と故障で厳しい時期が続きましたが、2002年にブレイクを果たします。シーズン後半にリリーフに定着すると19試合連続 19.1 回無失点を記録しました。テキサスレンジャーズ在籍時に最も印象深いのが2004年の活躍です。この年のコルデロはシーズン初登板の4月7日から6月10日にかけて19回連続セーブ機会成功を達成し、連続セーブの球団記録17を更新。さらにその後6月23日から8月28日にかけて21回連続セーブ機会で成功し、その圧巻のピッチングで球団記録を更新しました。この年はオールスターにも選出され、マリアーノ・リベラの53セーブに次ぐリーグ2位となる49セーブをマークしました。そして2007年から2011年までブリュワーズとレッズで5年連続で30セーブ以上を挙げ、2011年には大きな節目ともいえる通算300セーブを達成。見事300セーブクラブの仲間入りを果たし、常にチームを勝利へと導いてきました。ジョン・ウェッテランド。次はメジャー4球団を渡り歩いたジョン・ウェッテランド。彼の通算セーブ数は歴代16位の330セーブです。ウェッテランドはカリフォルニア出身。1985年1月の2次ドラフトでロサンゼルスドジャースから2巡目に指名を受け入団します。1989年にメジャーデビューするとリリーフ転向します。1992年にエクスポズのクローザーとして定着すると、1995年名門ニューヨークヤンキースに移籍。1996年に43セーブを挙げ最多セーブのタイトルを獲得。ウェッテランドのキャリアは最高潮を迎えます。この年のワールドシリーズで第3戦から第6戦まで4試合連続セーブを挙げ、チームのワールドチャンピオンに大きく貢献するとともに自身もシリーズ MVP に選出。ワールドシリーズで4セーブを記録した史上初の快挙としてメジャーの歴史に名を刻んだのです。4戦すべてにセーブを挙げて締めくくったウェッテランドがマウンドの輪の中で右手を高々と差し上げていたシーンはとても印象的でした。この年オフ、マリアーノ・リベラの台頭によりテキサス・レンジャーズに移籍しますが、その後も順調にセーブを積み重ねると2000年にはさらなる大台300セーブを達成。クローザーとしての実動は9年間でしたが、彼の活躍を振り返るとメジャーリーグの歴代クローザーの中でもトップクラスの実力を持つことが分かりますよね。ローリー・フィンガーズ。続いてはメジャー3球団を渡り歩いたローリー・フィンガーズ。彼の通算セーブ数は歴代15位の341セーブです。フィンガーズは1964年当時カンザスシティにあったアスレチックスと契約。1976年まで在籍しました。プロ入り当初は先発ピッチャーとしてのキャリアをスタートするも、その才能は開花せず、フィンガーズはクローザーという新たなポジションに転向する決断をします。するとこれが功を奏し、クローザーとしての彼の才能は目覚ましく開花。その実力はメジャーでもトップクラスとなります。1981年、28セーブを挙げ自身3度目の最多セーブを獲得するとともに、サイ・ヤング賞、ア・リーグ MVP と2つの偉大なタイトルを獲得する快挙を成し遂げました。そして翌1982年には史上初めての通算300セーブを達成。フィンガーズの活躍は投手分業制の草分けとして、その後のメジャーにおいてクローザーの価値を高める大きな要因となりました。またフィンガーズの特徴として欠かせないのがトレードマークである口ひげです。この口ひげはハンドルバーマスタッシュと呼ばれ、その形状は自転車のハンドルバーに似ています。この印象的なルックスもファンたちにとっては忘れられない存在となっていますね。ちなみに元南海ホークス、阪神タイガースでエースとして活躍した江本武則が現役時代にひげを生やしていたのはこのフィンガーズの影響だったと後に著書で語っています。ランディ・マイヤーズ。次に紹介するのはメジャー7球団を渡り歩いたランディ・マイヤーズ。彼の通算セーブ数は歴代14位の347セーブです。ニューヨークメッツと契約し、1987年にはリリーフに定着。自慢の速球を生かして75回で92奪三振を挙げ頭角を現します。1988年、1989年とメッツのクローザーとして連続20セーブを挙げ、翌1990年、シンシナティレッツにトレード。ここで大きくブレイクします。レッツに在籍したこの年にロブ・ディブル、ノーム・チャールトンと共にナスティーボーイズというニックネームの速球派の救援投手トリオを形成しました。
マイヤーズはクローザーとして31セーブを記録し、圧倒的な存在感で相手バッターたちを圧倒、オールスターにも初登場しました。そしてマイヤーズはこの年チームの地区優勝に大きく貢献。ピッツバーグパイレーツとのナ・リーグチャンピオンシップシリーズでは2セーブを挙げ、リブルと共に MVP に選ばれました。さらにオークランドアスレチックスとのワールドシリーズでは最終戦となった第4戦にセーブを記録し、レッツのスイープでのワールドチャンピオン獲得に貢献しました。翌1991年には先発転向に失敗するというハプニングもありましたが、翌1992年にはパドレスに移籍、再びクローザーとして38セーブを挙げ輝きを取り戻します。さらに1993年にはシカゴカブスで53セーブを挙げ、ナ・リーグの年間セーブ記録およびメジャーの左腕投手として年間セーブ記録を更新しました。そして1997年にマイヤーズは通算300セーブを達成、45セーブを挙げたこの年、彼は3度目の最多セーブのタイトルも獲得し、その活躍ぶりはメジャーのクローザーとしての彼の地位を不動のものとしました。マイヤーズのクローザーとしての輝かしいキャリアはメジャー史に名を刻んだと言ってもいいでしょう。トロイ・パーシバル。続いて紹介するのはメジャー5球団を渡り歩いたトロイ・パーシバル。彼の通算セーブ数は歴代13位の358セーブです。1990年にドラフト6巡目でプロ入りしたアナハイムエンゼルスでは当初キャッチャーだったものの、バッティングに課題が見られる中、その持ち前の強肩が評価されピッチャーへの転向を果たします。もともと野手だった選手が投手に変わるというのは MLB ではよくある話のようです。 MLB のダイバーシティを感じますね。そしてこの選択は彼のキャリアを大きく変えることとなります。1996年、故障のクローザーリー・スミスに代わりメジャー開幕から即クローザーに抜擢されると、その年には36セーブを記録する驚異的な活躍を見せました。さらに1998年にはキャリアハイ、かつ球団歴代2位の記録となる42セーブをマークします。パーシバルの魅力といえばとにかく速球。前世紀には最速102マイルのフォーシームを駆使し、名だたるバッターたちを翻弄。その速球は浮き上がるような軌道を描き、多くの奪三振を記録しました。そして2002年、4勝1敗40セーブ、防御率 1.92 を記録し、エンゼルスのプレーオフ進出に貢献。そしてポストシーズンでは9試合に登板し失敗なしの7セーブを記録。エンゼルスにとって球団史上初となるワールドシリーズ制覇に大きく貢献。その大舞台での最後のマウンドに上がっていたパーシバルは見事胴上げ投手となりました。その後もクローザーの役割を全うすると、エンゼルスに在籍していた10年間で1998年から7年連続30セーブ以上を記録。2004年にはクローザーとしての偉大な実績の一つ、通算300セーブを達成し歴史に名を刻みました。ジェフ・ギアドン。続いてはメジャー7球団を渡り歩いたジェフ・ギアドン。彼の通算セーブ数は歴代12位の367セーブです。ギアドンは1977年、メッツにドラフト外で入団、すぐに頭角を現し1979年にはメジャーデビューを果たし中継ぎで活躍します。1981年に移籍したモントリオールエクスポズの一員として1982年にクローザーに抜擢。この年からなんと11年連続で20セーブ以上をマークし、特に1985年にはナ・リーグでトップとなる41セーブでオールスターにも出場し、最多セーブのタイトルを手に入れました。そして彼のキャリアの中で最も印象的な瞬間の一つがツインズ移籍後の1987年です。この年31セーブを挙げたリアドンはチームをワールドシリーズの舞台へと導きます。迎えたシリーズ最終戦となった第7戦ではセーブを記録し、見事胴上げ投手になりました。さらに1991年には300セーブクラブの仲間入りを果たすなど、その実績は計り知れないものがありますね。また40セーブ以上を両リーグで、そして3チームで達成したのはリアドンが史上初。メジャー16年間で先発登板は一度もなく、救援投手としてメジャーを代表するクローザーとしての地位を築き上げました。ジョナサン・パペルボン。次に紹介するのはメジャー3球団を渡り歩いたジョナサン・パペルボン。彼の通算セーブ数は歴代11位の368セーブです。レッドソックスファンならその姿は忘れられないでしょう。彼は長い間ボストン・レッドソックスの9回を守り抜いてきました。そのパペルボンですが、なんと投手に転向したのは大学時代、コーチ陣から才能を見出されてコンバートされたようです。2003年にドラフト4巡目で指名されます。2005年にはメジャーデビュー、そして翌2006年にはクローザーとしてブレイク、オールスターにも選出され、新人王投票でもあのジャスティン・バーランダーに次ぐ2位になりました。そして
2007年には37セーブをマーク。リーグチャンピオンシップシリーズやワールドシリーズでは勝利の瞬間にマウンドに立ち、グローブを高々と空に上げ喜びを爆発させていた姿は多くのファンの目に深く刻まれていることでしょう。レッドソックス首脳は当初パペルボンを先発起用する意向もあったようですが、本人の強い意志で抑えに定着することになりました。さらに翌2008年にはリーグ3位の自己最多となる41セーブを記録。その後も毎シーズン着々とセーブを積み重ね、2014年には通算300セーブの大台に乗せました。最速97マイルを誇る浮き上がるようなフォーシームと落ちる球であるスプリットでバッターを翻弄したパペルボン。特にスプリットに関しては当時リーグ最高と評価する評論家もいたようです。メジャーリーグの舞台で数多くのバッターとの勝負を繰り広げ、多くの勝利の瞬間を作り出してきた彼の名前はクローザーとしての歴史にしっかりと刻まれていることでしょう。ジョー・ネーサン。続いてはメジャー5球団を渡り歩いたジョー・ネーサン。彼の通算セーブ数は歴代10位の377セーブです。ネーサンは1995年ドラフト6巡目でサンフランシスコジャイアンツに入団。プロ入り当初はショートだったものの、スカウトはすでにピッチャーとしての方向性を模索していたようです。ですがショートに強いこだわりを持っていたネーサンは投手への打診を拒絶。なんと1年間チームを離れ、大学の経営学を学びつつ証券会社のインターンも経験しました。このような社会経験の中でネーサンの心境は前向きに変化します。翌年の1997年、ピッチャーとしての契約に応じたネーサンは先発投手としてマイナーで経験を積みます。その後メジャーへの昇格と降格を繰り返しますが、故障が多いため中継ぎへと配置転換されます。すると2003年にリリーフ投手で MLB 最多の12勝19ホールド防御率 2.96 を記録し、ここで転機が訪れます。トレードで移籍したミネソタツインズでネーサンはクローザーに抜擢されます。移籍した2004年に20試合連続無失点という驚異的な成績を打ち立てると、さらに27試合連続でセーブを上げ球団新記録を更新します。44セーブを上げてクローザーとしての地位を確立したネーサンはこの年から球団史上初の6年連続で36セーブ以上を上げ、通算ではチーム最多記録となる260セーブを記録。そして2013年に移籍したテキサスレンジャーズで300セーブクラブ入りを果たしたのです。最速100マイルを超える速球を武器に2003年以降5年連続で奪三振数が投球回数を上回り、この数字だけを見ても打者を圧倒していたことがわかりますね。デニス・エカーズリー。次に紹介するのはメジャー5球団を渡り歩いたデニス・エカーズリー。彼の通算セーブ数は歴代9位の390セーブです。エカーズリーは1972年クリーブランド・インディアンズから3巡目指名を受けて入団。1975年にはメジャーデビューし、いきなり先発ローテーションに入り13勝を挙げます。その後も先発としてキャリアを積み、1986年までに2桁勝利が10回と一流投手の成績を出していましたが、85年86年と不本意なシーズンを送ります。後にエカーズリーはこの時期アルコール依存症であったことを告白しています。守護神としての転機は1987年オークランドアスレチックスに移籍した時でした。名将トニー・ラルーサの方針によってクローザーに抜擢されたのです。これが大きな分岐点となり、彼の名前はメジャーリーグ史に刻まれることになります。1988年に開幕12連続セーブを記録するなど45セーブ、1992年には開幕36連続セーブを記録など51セーブを挙げて、それぞれのシーズンで最多セーブのタイトルを獲得。この期間のエカーズリーは絶対的なクローザーとしての地位を確立した時期でした。チームとしてもアスレチックスは全盛期を迎えていました。中でも1989年リーグチャンピオンシップシリーズでのトロントブルージェイズ戦では3セーブを記録しリーグ連覇を果たします。そしてベイエリアシリーズとなったサンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズでは第4戦でセーブを記録し4連勝でワールドチャンピオンに輝き、エカーズリーは見事胴上げ投手になりました。そして1995年には通算300セーブの大台に到達、40歳での300セーブ到達となりました。ちなみにエカーズリーは移籍したセントルイスカージナルスでも活躍し42歳で36セーブ上げました。彼のメジャーでの通算成績は24年間で197勝と390セーブを上げ、先発リリーフのまさに二刀流のような素晴らしい活躍を見せました。試合を締める瞬間、その冷静さと集中力はメジャーリーグ史に名を刻む真のクローザーでしたね。クレイグ・キンブレル。続いてはメジャー7球団を渡り歩き、現在はフィラデルフィア・フィリーズに所属するクレイグ・キンブレル。彼の通算セーブ数は歴代8位の417セーブです。キンブレルは2008年ドラフト3巡目でアトランタ・ブレーブスに入団。
2010年にはメジャーデビューを果たします。2011年からクローザーに抜擢され、23歳ながら46セーブを挙げ、メジャー新人記録を作り、最多セーブと新人王をダブル受賞しています。そしてこの年から最多セーブのタイトルをなんと4年連続で獲得。これは史上3人目の快挙です。また新人から4年連続40セーブは史上初の快挙となりました。まさに2010年代のメジャーを代表するクローザーと呼ぶにふさわしい選手です。さらに驚異的な速さでセーブ数を積み重ねると、2018年に史上最年少となる29歳11ヶ月で300セーブを達成。プレーオフではやや不調だったものの、念願の世界一にも貢献しました。2023年5月26日には通算400セーブを達成し、メジャー史上8人目の偉業を成し遂げました。そしてキンブレルといえば、投球モーションの前に上体を水平に倒し、右腕を軽く前に出し、投球コースを見定めるような威嚇ポーズと呼ばれる独特なルーティーンは有名ですよね。相手バッターに与えるプレッシャーも大きいでしょう。そして武器は何といっても100マイルに迫る速球。この速球で相手バッターを圧倒し、9回を締めくくるのです。彼のようなクローザーがいれば、9回の緊迫した状況もファンにとっては勝利を確信、まさに勝利の方程式の最後を飾る頼れる男ですね。ケンリー・ジャンセン。次に紹介するのはメジャー3球団を渡り歩き、現在はボストン・レッドソックスに所属するケンリー・ジャンセン。彼の通算セーブ数は歴代7位の420セーブです。ジャンセンは1987年オランダ領アンティル出身。2004年にアマチュアフリーエージェントとしてロサンゼルス・ドジャースと捕手として契約しました。ドジャース入団当初は強肩のキャッチャーだったものの、球団側からの進言で2009年に投手に転向しました。実は投手転向前の2009年の WBC ではオランダ代表でキャッチャーとして出場しています。捕手で5年も在籍しながら投手に転向ってすごい話ですよね。そして翌年の2010年にはメジャー初昇格を果たすと、2011年には中継ぎとして活躍。2012年からは本格的にクローザーを任され、球界を代表するクローザーの地位を築き上げます。この年65試合登板して5勝0敗、41セーブ、防御率 1.32 という驚異的な成績で自身初の最多セーブのタイトルを獲得。その後も安定してセーブを積み重ねると、2016年、17年には2年連続で最優秀救援投手を獲得。2019年には球団史上初となる通算300セーブを達成しました。さらに2023年5月10日、史上7人目となる通算400セーブをマークしています。ただ、ジャンセンの野球人生は決して順風満帆なだけではありませんでした。不整脈などで2度の心臓手術を経験するなど、波乱万丈な一面も持っています。それでもマウンドに上がり、その存在感だけで相手バッターにプレッシャーを与え、見事に試合を締めくくる姿は歴代最強のクローザーの一人と言えるでしょう。何よりもキャッチャーからクローザーへと変貌を遂げ、2度の手術にも負けずに復活してきた彼の姿は我々に大きな夢を与えてくれますね。彼の活躍に今後も目が離せません。ビリー・ワグナー。続いてはメジャー5球団を渡り歩いたビリー・ワグナー。彼の通算セーブ数は歴代6位の422セーブです。1993年にヒューストンアストロズから一巡目指名を受け入団します。2年後の1995年にはメジャーデビューを果たし、96年にはリリーフとして頭角を現します。そして1997年に23セーブを挙げると、なんとシーズン奪三振率が 14.4 という驚異的な数字をマーク。これはシーズンに50イニング以上投げたピッチャーとしてはメジャー新記録でした。そしてその後も341イニングでの通算500奪三振という史上最速の金字塔を打ち立て、さらには通算200セーブも達成。まさにクローザーの中のクローザーといえる実績を次々と積み上げてきました。また2003年6月11日のヤンキース戦での継投ノーヒットノーラン。この試合で彼が抑えた最後のバッターは日本が世界に誇る大砲松井秀喜でした。加えて44セーブを挙げて球団記録も更新しています。そんなワグナーは身長は177センチとメジャーリーグの中では小柄ではありますが、サイド気味のスリークォーターから繰り出される最速101マイルの速球とキレのあるスライダーが持ち味。この2つの球種を武器にバッターを手玉に取ってきました。そして2006年には300セーブ、2010年には通算400セーブを達成。2011年には引退しましたが、422セーブは左腕では、次に紹介するジョン・フランコに次ぐ歴代2位の記録です。華々しい成績を残し、歴代クローザーの中でもトップクラスの存在感を放ちましたね。ジョン・フランコ。次はメジャー3球団を渡り歩いたジョン・フランコ。彼の通算セーブ数は
歴代5位の424セーブ。左腕の守護神としてはナンバーワンの記録を持っています。フランコは1981年 MLB ドラフト5巡目でロサンゼルスドジャースに指名され契約します。シンシナティレッズに移籍後、1984年4月24日にメジャー初登板を果たすと、主にセットアッパーとして54試合に登板。そして1986年にセットアッパーからクローザーに抜擢され29セーブを挙げると、1988年には自己最多となる39セーブを記録。1989年にメッツに移籍すると、1990年には33セーブで自身2度目の最多セーブを挙げるなど、安定感抜群のピッチングでクローザーとしての地位を確立しました。最優秀救援投手を通算3回受賞し、1996年に通算300セーブをマーク。1999年にはメジャー史上2人目となる通算400セーブの偉業を達成しました。フランコの持ち味として切れ味鋭いスライダーとスクリューで相手バッターを手玉に取り、ゴロに打ち取る名手としても知られています。無事これ名馬ということわざがありますが、大きな故障がほとんどなく、通算登板回数も歴代3位の1119回。キャリアの終盤ではクローザーから中継ぎになりましたが、当時の現役最高齢まで選手を続けることができたのも彼の大きな特徴だと思います。彼の活躍は史上最強を名乗るにふさわしい記録と実力を兼ね備えたクローザーであり、この男がマウンドに上がる瞬間、試合が終わったと言っても過言ではありませんね。フランシスコ・ロドリゲス。次に紹介するのはメジャー5球団を渡り歩いたフランシスコ・ロドリゲス。彼の通算セーブ数は歴代4位の437セーブです。ロドリゲスはベネズエラ出身ですが、生後2ヶ月で両親に捨てられ、祖父母に育てられるという壮絶な生い立ちを背負っています。14、5歳の頃に球速145キロを計測するなど、すでに頭角を現しており、MLB 球団注目の選手になりました。そして16歳になった1998年、アナハイムエンゼルスと契約します。当初は先発を希望していたものの、マイナーで故障しがちだったこともあり、本人は難色を示すもリリーフに配置転換されます。2002年9月のロースター枠拡大に伴い、ロドリゲスはメジャーへ昇格しましたが、ここでロドリゲスはシンデレラボーイの活躍を見せます。1ヶ月で5試合に登板し、球団タイ記録の8者連続を含む13三振を奪います。チームもワイルドカードでプレーオフに進出。ロドリゲスは怪我人の代役という特例でロースター入りを果たします。彼はこの2002年の計11試合に登板、 18.2 イニングで28奪三振を記録しただけでなく、ポストシーズン史上最多タイの5勝を挙げました。特にディビジョンシリーズではヤンキースを相手に3連投し、チームも3連勝。アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズでは2戦から5戦まで4連投し、防御率 0.00 を記録。チームはワールドシリーズを制覇し、ロドリゲスもK ロッドという愛称とともに一気にスーパースターの仲間入りを果たしました。2005年から移籍のトロイ・パーシバルに代わりクローザーに配置転換し、いきなり最多セーブを獲得しました。所属した全てのチームでクローザーを任されたロドリゲスがクローザーとして最も輝いたのはアナハイムエンゼルスに所属した2008年でしょう。この年ロドリゲスは4ヶ月連続で月間セーブ数が10を超え、98試合目で40セーブ、129試合目で50セーブというメジャー史上最速のペースでセーブを積み重ねていました。そして最終的に62セーブを挙げ、自身3度目の最多セーブに輝くとともに、そのセーブ数はギネス世界記録にも認定されたのです。62セーブはやばすぎる記録ですが、この年のエンゼルスは100勝しており、セーブ数は実力だけでは積み上げることができない数字であり、チーム力などの運も必要な記録ですよね。その後2013年には通算300セーブを達成、そして2016年には史上6人目となる400セーブの大台に到達し、まさに生粋のクローザーと言えるでしょう。また左足を高く掲げ、左手をまっすぐ伸ばしながらステップしてリリース体勢に入るという独特の躍動感ある投球フォームはとても印象的でしたね。若かりし頃の速球とスライダーで勝負するスタイルは鮮烈であり、スライダーは漫画のように急激に変化するためカトゥーンスライダーと呼ばれました。 K ロッドの愛称とともにロドリゲスの活躍はきっと長い間多くのファンの記憶に残るでしょう。リースミス。続いてはメジャー8球団を渡り歩いたリースミス。彼の通算セーブ数は歴代3位の478セーブです。1975年にシカゴカブスからドラフト2巡目で指名され契約しました。当初は先発投手でしたが、マイナー時代にリリーフへ転向し、1980年にメジャーデビューを果たします。1982年からクローザーに抜擢され、翌1983年には29セーブを記録し、オールスターにも出場するなどブレイクを果たします。その後1984年から4年連続で30セーブ以上を達成し、
1987年までに通算180セーブをマーク。その後もスミスはセントルイスカージナルスで1991年と92年、2年連続で最多セーブのタイトルを獲得し、通算で4度の最多セーブに輝きました。2006年にトレバー・ホフマンに更新されるまで、スミスが持っていた通算478セーブは当時の歴代1位。まさに当時の最強クローザーとしてその名を刻む活躍を見せました。最速100マイルに迫るその速球でバッターを次々と手玉に取り、198センチ、102キロの巨体とともに、その姿はまさに圧巻。大舞台での経験はなかったものの、最強のクローザーとしてその実績とスキルには目を見張るものがありますね。トレバー・ホフマン。続いて紹介するのはメジャー3球団を渡り歩いたトレバー・ホフマン。彼の通算セーブ数は歴代2位の601セーブです。ホフマンはドラフト11巡目でシンシナイティ・レッズに入団。プロ入り時点では内野手でした。野手としては目の出なかったホフマンは投手へとコンバートされました。本人によれば、肩の強さと多少のコントロールには自信があったが、12歳を最後にマウンドに上がったことがなかったので不安の方が大きかったと言っていたそうですが、不安で当たり前ですよね。ホフマンにとって転機となったのは1992年オフ。1993年にフロリダ・マーリンズとコロラド・ロッキーズの新球団新設に伴うエクスパンションドラフトでフロリダ・マーリンズに指名され移籍するのです。マーリンズでは開幕2戦目でメジャーデビュー、中継ぎや抑えとして活躍すると、その年の6月にトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍。翌1994年から抑えに定着し、1995年には31セーブを挙げます。その年オフに右肩痛の手術を受け、球速の低下に悩まされましたが、チェンジアップの改良により球速低下を補うことに成功しました。そしてこのチェンジアップこそがホフマンの決め球となるのです。ホフマンの投球は速球とチェンジアップの組み合わせを軸としていますが、ホフマンのチェンジアップは途中まで速球と同じ軌道を描き、そこから沈むボールで、名だたる名バッターも手を焼いた決め球になりました。ここから2度の手術により故障者リスト入りした2003年を除き、1994年から2009年までの間、メジャー最高のクローザーとして君臨。特にサンディエゴ・パドレス時代の1998年には自己最高となる53セーブ、防御率 1.48 をマークし、自身初となる最多セーブのタイトルを獲得しました。押村区はホフマンが唯一進出したこの年のワールドシリーズにおいてニューヨークヤンキースに4連敗を喫してしまったことでしょう。2001年には通算300セーブを達成。そんなホフマンの偉業はまだまだ止まりません。2010年には通算600セーブを史上初めて達成し、最終の601セーブはナ・リーグで歴代トップ。ホフマンが投げる最終回はトレバータイムと呼ばれ、場内にはロックバンド ACDC のヘルズベルズという曲が流れると、その瞬間球場は勝利を確信し大いに盛り上がりました。30セーブ以上を14回、40セーブ以上を9回も達成しているホフマン。一流選手に上り詰めたサンディエゴ・パドレスで多くの野球人生を過ごしたホフマンは、安打製造機と呼ばれたスーパースタートニー・グインと共に地元サンディアゴでは絶大な人気を誇っています。彼のキャリアはまさに史上最強のクローザーの名にふさわしく、長いメジャーの歴史に名を刻み、ファンに多くの感動を与えてくれましたね。マリアノ・リベラ。最後に紹介するのは、入団してから引退までフランチャイズプレイヤーとしてニューヨークヤンキースに在籍したマリアノ・リベラ。彼の通算セーブ数は歴代1位の652セーブです。このセーブ数はギネス世界記録でもあります。リベラは1990年ドラフト外で入団。実はプロ入りする数年前まで遊撃手でした。ヤンキースは投手としてのポテンシャルを買ってのスカウティングだったようです。 MLB のスカウティング能力やばいです。1995年にメジャーデビューしますが、当初は先発投手でスタミナに不安があり、9月からリリーフへ転向。翌1996年にはセットアッパーとして抑えのジョン・ウェッテランドへつなぐ中継ぎとして活躍し、ポストシーズンにも8試合登板して自責点1とチームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献しました。翌1997年からクローザーへと抜擢されましたが、当初は6回中4回救援を失敗し自信を喪失していました。監督のジョー・トーリと投手コーチのメル・ストットルマイヤーらから励まされて立ち直りましたが、この時この首脳陣のコーチングがなければ絶対守護神リベラは存在していなかったかもしれません。そしてクローザーデビューのこの年に43セーブを挙げました。以降ヤンキースの不動のクローザーとしてのキャリアは多くの視聴者の皆さんがご存知の通りかもしれません。キャリアでなんと2度もシーズン50セーブを達成。その上シーズン30セーブを15回も記録しました。また43歳で迎えた2013年、現役最終年でも44セーブを挙げるなど衰え知らずの超人的な活躍を披露。
1999年のワールドシリーズで MVP に輝くなど、合計で5回のワールドチャンピオンに貢献し、プレーオフでの通算42セーブはもちろん歴代最多記録です。何がリベラをそんなにすごい選手にしたのか、それは投球の8割以上を占めたカットボールです。その代名詞とも言うべきカットボールは、抑え転向数ヶ月後の練習中、偶然をきっかけに習得されたものでした。練習中にストレートを投げたつもりが、変化するリベラの球を同僚のラミロ・メンドーサに指摘され、試合で使ってみたところ絶大な威力を発揮。なんとリベラが投げるカットボールはバッターの手前で20センチメートルも動く想像以上の動きでバッターを翻弄しました。一般的にカットボールというと先発ピッチャーが球数を減らすなどの目的で用いられますが、リベラのカットボールは横変化が非常に大きくスピードも速いため、バッターが球種を分かっていてもなかなかバットの芯で捉えることのできない魔球でした。結果としてほとんどその1球種のみで歴代最多のセーブ数をマーク。また43歳まで現役を続けられたのも、力みのないフォームからカットボール1球種をほぼ投げ続けたからとも言われています。彼がマウンドに登場するときに流れるヘビーメタルバンド、メタリカのエンターサンドマンが流れると、勝利を確信した球場は大いに盛り上がりました。まさにメジャー史上最強のクローザーであり、彼の記録を塗り替える選手は今後も現れないかもしれませんね。ちなみにリベラは2019年に野球殿堂入りを果たしましたが、史上初の 100% 得票による殿堂入りでした。実績だけでなく人間性、野球に対する貢献度、クリーンなイメージが彼の 100% 得票になったのでしょうね。今回は歴代最強のクローザーたちを見ていきました。圧倒的なセーブ数、そして何よりチームからの絶対的な信頼、クローザーとして試合を締めくくる姿は多くのファンを魅了したでしょう。意外にも投手未経験でプロ入りしてから投手にコンバートされた選手や、先発で芽が出ず抑えに転向した投手が最強クローザーになっている点が驚きでしたね。最高クローザーを作っている一員には、こうしたポテンシャルを見抜けるスカウティング能力や配置転換を進める首脳陣も大きく貢献していると思います。あなたの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。